はい、どうもハルパパです。今日もですね、クラッシュオガヤルをお送りさせていただこうと思います。はい、今日はですね、ムムムさんのリプレイでございます。それでは、それでもロケットにこだわりたい、ご覧ください。なんやねん。おっと、これクロスボウデッキですね。いや、クロスボウデッキってなんかやっぱ面白いですよね。別に何でもないけど、なんか面白いなと思って、クロスボウデッキって、すごいね。クロスボウロケット積んでありますね。なんやこれ。えへーということでね、えへーということで、さあさあさあ、ここからどういう風に行くのか、お互いちょっと様子見合ってますね。さっさと動きなさい。かなりちょっとフレンドリーな感じで、まあいいことですよね、こういうのね。なんかこう微笑ましい感じがしますよね。はい、泣きからの向こうは泣かない。はい、ここでフレンドリー終わりですね。はい。穴掘りしって、単発で出してきましたね。そして、敵がボンバーを出してくるような状況なんですけども、これどうすんのか？おっと、これかなり見合ってますね、これ。なるほど、なるほど。うん。何もしない。お互い何もない。おっと、スパーキー出てきた。これを、あ、ロケット行きますね。さあ、右からダークピンス行って。おっと、ズッドン。おぉ、すごい。レベル2のあれ何、スパーキー一発なんだ。すげえな。こう、ザップとアイスウィズでこう止めていくが、右手はちょっと食らうみたいな。まあ、ちょっとこの辺はね、牽制という感じですよね。お互いね、見合ってる感じなんですけれども。さあ、どうなんだ。もう若干ムムーンさんの方がレベル高いぞ、しかし。さあ、インフルのタワーで。なんかこのさ、デッキの、ムムーンさんのデッキの組み合わせ、なんか非常に面白くないですか。なんかちょっと面白いなと思うんですけれども。ボーラーインフェルノタワー、ロケット、そしてクロスボウ、穴掘り師なんですよね。なに、穴掘り師とクロスボウって相性いいんですかね。でもこう、なんつうのかな。穴掘り師ボーラーはなんか相性良さそうですよね。で、このインフェも、わからん。ねえ、なんかこう、穴掘り師と、こう、なんつうの、範囲攻撃系でまとめてるような感じなんですけれども。さあ、どういった感じでいくのか。さあ、ダークプリンスがまず行きましたね。そして、クロスボウを立てて、あ、これいいですね。このなんていうの、バーバリアンとか出てきた時用にこう複数攻撃系、あ、やっぱり出てくるのね、やっぱね、そこにダークプリンス行って、そしてボーラーも後ろから行くと、そうすることによってこうクロスボウがしっかり生き延びてくると。あ、これかなり決まりましたね、これ。あ、ざっくり行ってドン。いや、ムムムさん、これお見事ですね。これこのデッキ強くないですか。ただこれ空軍大丈夫なのかな。ね、それちょっと懸念はあるんですけれども。さあ、ここでロケットでスパーキーを破壊。これすげえ悲しいですね。ロケットでスパーキーやられちゃうと。さあさあさあ、これザップで止めつつ、これ、あ、でもうまいな、ムムムさんも。なかなか、さあ、時間がない。向こう焦ってるでしょうね、これ。でも焦ったところにアイスウィズっていう、これありがちですからね。これかなり火力の弱いアイスウィズ。さあ、ここで時間か。もうスパーキーあのようにね、処理されちゃうとね、もうね、もうお手上げの状態ですよね、正直ね。はい、というわけで今日はね、クロスボウと、まあ、ロケット、ちょっと変な組み合わせのデッキをね、お送りさせていただきました。というわけで今日はムムさんのリプレイでした。ご視聴